クロンプ、木灰をくりぬいて作る、クロック型の木靴で、オランダのものを言う。下駄、日本を代表するぼくり。開放的な形状をしており、主要な部分は一枚板を掘って作るか、複数の板を組み合わせて作る。木靴とは、木製の履物。すべてもしくはテーブなど主要な部分が木材で、作られているものを言う。日本語で厳密には、足の甲まで風。 気候履き物類を、器物、鼻をへ、足の指を差し込んで履く。鼻を履き物類を、僕利というが、現在では混用されている。現代中国語では、器物が日本語の、器物に相当する。市販品を見る限り、僕利の名も用いられているが、器物と、僕利は、語彙によって使い分けされているわけではない。オックスフォード英語辞典によれば、英語では、クロックを、 木の厚切りと定義し、そこから木製の厚い靴底の靴、全木製の靴としている。この語は中英語として14世紀初期から見られるクロッチを語源として派生した。また、現代日本語では英語クロックが外来語クロックとして通用しているが、器物ではなく欧米から伝わった飛行履物類の素材を問わない一類形といった感じの用法になっている。 木材を利用した履物の文化は世界中に存在し、その形状は文化によって異なるが、多くの場合その文化において長い歴史を持っている。伝統的な器物は、工業、農業、工業などの重労働で使用される防具、安全靴として使うことも考慮された。器物は、下級労働者、農民などが履く安価な靴と見られることがあるが、スウェーデンのラスコーレ、 日本の下駄のようにファッション性の高い履物になった木靴もある。木靴が床と接触する音を音楽の一部として利用し、ダンスの一部に取り入れたアイルランドの踊り、ジグやイギリスの踊り、クロックダンスがアメリカ合衆国で誕生したタップダンスの素形の一つと考えられている。朝靴パドゥカ、ありがとうございます。